非常に激しい90分となりました。まずはこの勝ち点1どのように捉えていらっしゃいますか。まあ、ホームだったんでね、勝ち点3取りたかったですし、まあまあまあ1は1で変わらないんで、また次頑張ります。今日町田に対して準備してきたこと、そして出せたこと、どのあたりだったんでしょう。まあ、町田さんの部分はありましたけど、どちらかというと我々が積み上げてきたりチャレンジしてきたことを徹底するというようなところをやりましょうということだったんで、そういう面は多く出た部分もあったし、もっともっとこうでも彼らはやれると思うんでね、もう少し表現させてあげたかったなと思ってます。相手のプレスをどうかいくぐるかというところが一つあったと思いますけども、そのあたりはどのようにお伝えになってたんでしょう。まあなんだろうな、プレスですね、はい、プレスですので、食らわないようにボールを動かすというところで、まあ、そのボールの動かし方のどうのなんていうかな、ピボットっていうかね、それがどこに作るかみたいなのは、まあ、ずっとやってるんで、それは、まあ、ある程度できたけど、その先の世界をね、やっぱ見たいと思ってるので、そこでスピードアップした時に技術がなんていうかな、追いつくか追いつかないかみたいなところ、もっともっと彼らが良くなると思って練習したいですね。はい、11試合負け出し、そして4試合連続のクリーンシートというところではどのように評価されますか。4勝なんで、もう少し3をね、その中で取れたら良かったと思いますけども、それはもう変えられないんで、次の、ね、長崎でどういうことをやれるかということでね、またチャレンジしたいと思います。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。